今日の日付は8月16日、2019年です。ライトボディアクティベーションシーズン3、11回目のライブ録音です。ということで、だったら始めちゃいますね。いつもの通りに、可能な限り、深く深く、呼吸は風船が360度、こう、風船状に広がるように深呼吸を続けてください。姿勢は横から見たときに垂直にな、背骨が垂直になっていると。頭をギッと上に引っ張り上げるぐらいでちょうどいいですね。でこの時に顎が下がらず、顎は上向きに。で胸が閉じずに胸は開き、胸を開いた時に背中が閉じないようにちょっと調節し、で肩は可能な限り脱力して緩め、腰ですね、下半身は、ここが反っていると、ボディが横から見た時に S 字になっているとエネルギーが反れてしまうので、腰の部分は、おへその下をぐっと内側に引っ張って、腰が反らない、もうまっすぐになっているように、これは訓練、はっきり言って。瞑想の結果不在の時も同じですけど、ここが反っていると、綺麗に波動が上がっていかないんです、ね。なので、これはもう訓練なので、体が反らないと腰が反らないように、こう、まっすぐな姿勢に鍛え直すと、作り直すと。これは時間がかかるので、いつ日頃もからこう、するしかないですね、これはね。で、もうちょっとエネルギー上がってきてますけど、ちょっと待ってくださいね。熱くなっちゃった。はい。それでは、はい、ゆっくりと呼吸を、続けて、とりあえず、まずセンタリングですね。体の縦軸を意識して、はい、マイナス2、マイナス1、1、2、3、4、5、6、7、8、9ぐらいまで行きましょうか。ぐらい、その縦の綺麗な直線の光の柱を意識して、はい、とにかくまっすぐにどん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 揃いなさいと。で、はい、この縦軸のまっすぐ縦軸に揃って、ゆっくりゆっくりゆっくり密度を上げなさいと。で、イメージ的に、はい、マイナス2から9まで直線の光の羽根ができてますと。横から見たときにまっすぐになってますと。横から見たときに S 字型ではなくて、まっすぐになってますと。はい、そのまっすぐ、横から見たときまっすぐ。はい、前から見たときにもまっすぐと。で、それに沿って骨格もきれいにまっすぐに揃ってますと。で、その、はい、マイナス2から9ぐらいまで、柱が光りますと。で、ゆっくり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 、早く広く光るんじゃなくて、なんていうんですかね。その針金に沿ってじわ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 強く光ります的な。で、しばらくそのイメージに、を眺めるなり、そこにインテンションを置くなりして、はい、とにかくマイナス2から9ぐらいまでどん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 光りなさいと。光ってエネルギーを作りなさいと。で、人によっては、ホットフラッシュを超えてますね。ちょっと暖かくなる、暑くなる感じがするかもしれませんが、もう、クッキングが始まっちゃうっていうか、お料理、ゆでだこ状態が始まるかもしれませんが、これは慣れるしかないですね。はい、どん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 ほどきなさいと、ゆで上げなさいと、エネルギー通しなさいと。ホワイトフィラインって言いますよね。でも真ん中の方はちょっと、すごい小さいですね、この人ね。
ちょっと2人っていうか、2方来てますけど、ちょっと後でスイッチするかもしれませんね。とりあえずまあいいや。あ、まあいいや。後でまた覗いてみます。はい、とりあえず呼吸を続けの、全体の感覚にどんどんチューニングインしの、ほどきの、緊張が、形が出てくるところです。違和感が出てくる。例えば、右の鎖骨の内側とか、あとは腰の下の方とか、ハートの裏側とか、なんか自分の体の部位で反応がこう出てきてるところを認識して、はい、そこをどん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 ほどきなさいと、柔らかくしなさいと、緩めなさいと、さらさら細かく微細にし続けなさいと。で、ハートのちょっと裏側とかで何とか上がっていく感じでもそもそするかもしれません。気にせずに。とにかくそこをほどきの、緩めの。すごい小さいビームっていうか、あまりにも小さくすぎてサイズ的に。ちょっとよく見えませんけど、すごい小さいですよね。アークチュリアンよりもはるかに小さい。小人が。ちょっと待って。はい。じゃ、とにかく、ちょっと待ってね。ああ、そういうことですか。わかりました。いいです。わかりました。はい。とりあえず、はい。エネルギーどん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 入って、密度を上げなさーいと。で、ハートの背面とか硬くなってきたら、はい、ハートの背面も右と左で状態が違うはずです。というか、中心に沿ってゆっくりゆっくり、ちょっと右側の方で出てきたら、ちょっと真ん中の方にゆっくりゆっくり行きなさいと。とにかく真ん中の縦軸に合わせてどん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 揃いなさいと。で、自分の縦軸のエネルギーのラインに意識を当てて、そこをとにかくまっすぐにこう、把握し直す的な。ちょっとこう、揺れてる感じ、もしちょっとずれてる感じのことは、とにかくまっすぐに戻す、なんていうの。戻すイメージをするなり、戻るという指令を入れるなり、ああ、感覚を使ってギュッと束ねる感じで、とにかく縦軸にどん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 集まりなさいと。で、呼吸を続けの、はい、横隔膜ですね。太陽神経質のところで反応が出るかもしれませんが、はい、横隔のあたりもぐーっと縮まってきたら、こう、なんていうの、ストレス的になるっていうか、キューッと締まる感じになってきた、ほどきの、そこもどんどんエネルギー通しなさいと。下腹のところも同じようにクーッとこう締まる感じがしてきたら、はい、そこでも、はい、ほどきの、膨らみなさいと、開きなさいと。はい、第7チャクラの側面とかでもちょっと気持ちいい感じが出てくるかもしれないので、気にせずに。はい、第7チャクラ、第7のところも、はい、どん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 調整しなさいと。チューニングしなさいと。で、気持ちいい状態、ゆっくりゆっくりゆっくり作りなさいと。開いてる状態をどん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 チューニングし、はい、どんどん軽くしーの、ゆっくりゆっくり早くしーのを続けなさいと。喉の上の方ですね、顎の周辺で反応が出るかもしれませんが、気にせずに。出てきた方は、はい、そこで、滞ってるっていうか、そこの重たいっていうか、そこで乗っかってる的なって、止まってる的なところを、はい、どん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 軽くしなさいと。で、喉の中、半ばよりちょっと上と喉の上の方とかの、とにかくこの、なんていうの、何だろう、固まってるか、そこでこう、滞ってるもの、どんどんエネルギー通しなさいと、まっすぐにしなさいと。
はい、お手手マーク的には手のひらを合掌させてハートのところに置いて、で右手をそのまま上に上げて喉のところに並ぶように、で左手はハートのところで、右手はそれずっと上に上げて、指先、左手の指先が右手の手首ぐらいになる、上に上げると、で呼吸をし続けて、でハートのところでエネルギーがゆっくりゆっくり出てきている方は、ゆっくりゆっくり360度広がりなさい。特に背面ですね、ハートの前の方が暖かくなって後ろの方がそうでない場合は、はい、後ろの方にもどん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 膨らみなさいと。ですね、ボディの右半身と左半身のそれぞれの中央に太いエネルギーの流れる道筋がありますと。で、頭の右側からまっすぐ足の右足の足の裏までビューッと流れますとか。で、やや体の前を通って。で左側も、はい、やや体の前を通って左半身の縦中央の縦の流れのところ、やや前側に足の裏までどんどん行きますと。で前側の胸の前側を、まあ、とりあえず充電し続けなさいと。で真ん中の方に至ってこうどん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 合流しなさいと。で足から頭の上まで今度は上向きに背面ですね、背面をゆっくりゆっくり上がってきなさいと。で、背面もゆっくりゆっくり充電続けなさいと。前だけではなく、背面にもどんどんこう循環させなさいと。で、ここは、背面を上がってくるエネルギーの力が弱いと、時間がかかるので、ちょっと待ってね。はい。足の裏に意識を当てて、足の裏に、吸盤みたいな、流線のところに吸盤みたいなのが入って、チャクラがついて、チャクラっていうか、まあ、吸盤みたいな、形の、エネルギーの形があるんですが、あれその吸盤のところからビューッとエネルギーが入ってきの、で、足の裏から足の筋を通って、はい、背中でお尻の方に上がりの、で、お尻の方から背中に上がりのっていうイメージをしても構いません。はい、とにかく、はい、背中側もどんどん充電しなさいと。だから、前は上、下向きに、後ろ背面は上向きに、はい、エネルギーが下がってきの、上がりの、降りてきの、上がりの、どんどん頑張りなさいと。で首のところがもそもそし始めたら、はい、このもそもそもどん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 処理しなさいと。前側ですね。なんかマフラー巻いてる感じの感じが出てきたら、はい、そこのどんどんどこでまとってるのをどんどん引っ張り上げなさいと、細かくしなさいと。で、脇の両、左右の脇のやや、内側とかが暖かくなり始めたら締めたもの。とにかく、はい。左半身、右半身の中央ラインのところ、どん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 充電し続けなさいと。前も後ろもエネルギー充電しなさいと。
で、汗が今、ちょっと汗ばむぐらいになっても、ガン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 いけと、とにかくもう茹で上げなさいと、クッキングを続けなさいと、密度をどんどんゆっくりゆっくり上げなさいと、エネルギー通し続けの、はい、エネルギーを浸透させ続けの、温くし続けの、クッキングを続けなさいと、とにかくほどき続け、湯気を、湯気が出るぐらい、ガンガン頑張りなさいと、で、同時にほどきの、緩めの、で、上がってくりそうなものを止めずに、はい、どんどん上がっていきなさいと。はい、首の周辺ですね。首の縦軸もどん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 揃えなさいと。はい、体の縦の中心の中心ですね、縦軸の中心の縦中心のところで、なんとなくエネルギーがこう出てきてる感じの方は、はい、ボディのど真ん中、右と左の真ん中ですね、のところに、はい、針金が入ってますと、はい、そこのところ、進むなのところにもエネルギー、ガン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 注ぎなさいと。で、顎のところをとにかくエネルギー通し続け、どん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 開きの、エネルギー通りの、軽くなりの、透明になりのを続けなさいと。で、顎がゆっくり上がっていく感じがする方は止めずに、はい、どん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 上がんなさいと、エネルギー通しなさいと、エネルギー上がっていくときに、顔がぐーっと、顎が上に上がっていく動作が起きるはずですが、抵抗せずに、はい、どんどん上がっていきなさいと。はい、頬骨の内側、特に今左側とかでも反応が起きてますけど、はい、頬骨の内側、右側も左側もどん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 エネルギー通しなさいと。はい、額の逆デルタの内側のところでも反応をゆっくり受け始めますが、気にせずに、はい、どん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 エネルギー通し続けなさいと。ああ、ホワイトフィラインが重なってきましたね。ですね、ホワイトフィラインさん、の波動が入ってきます。右と左と両方、多分両方入ってくるわけです。で、これは前回の異星人様遠隔ヒーリングのスペシャルでホワイトフィラインの、プラチナホワイトレイをやってない方はガン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 入れといた方がいいですね。で、はい、とにかく、はい、プラチナホワイトレイ入ってきますと、はい、どんどん右と左とどん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 密度を上げてくださいと。背面の、はい、背中背面の上の方でクラウジングの感覚が強くなるかもしれませんが、気にせずに、そのまま背面の背中の上もガン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 クリーニングしなさいと。はい、うなじですね、首の後ろ側のうなじを全体的に背面、うなじを意識して、はい、うなじのところが光りますと、
そこに3本の光の柱を漠然としてです、とにかく3つの流れがありますと。はい、でそのうなじの後ろの3つの流れが光の、はい、そこどん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 エネルギーが入ってきますと。でうなじから後頭部に向けてちょっとこう反るようにエネルギーが上がってきなさいと。はい、うなじの上の方もどん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 エネルギー伝えの、はい、軽くしの、気持ちよくしの、鼻のところですね。鼻の内側がちょっと圧迫感が出てくるかもしれませんが、気にせずに、はい、そこどんどんエネルギー通しなさいと。イメージ的には、自分の顔の内側にライオンの顔ができる感じ。ちょっと鼻がこう飛び出てる。猫のライオンの顔が自分の顔の内側にできます、的なイメージでも構いません。形的に。で、はい、そこにエネルギーどん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 通しなさいと。はい、首筋上部をどん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 ほどきなさいと、エネルギー通しなさいと。で、首筋上部の頭蓋の、頭蓋と頸椎の接続のところですね。はい、ここをどんどんほどきの、ゆで上げの、整えの、ストレスどんどん外しの、透明にしの、右と左のバランスをどんどん整え続けなさいと。左の顔の内側で縦軸的にエネルギーがこう出てくる感じがする方は、はい、とにかく、はい、右と左の頭の中の右左のそれぞれの真ん中の縦軸のところのエネルギーの流れ、はい、どん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 整えなさいと。同じに揃えなさいと。例えば、右脳は右脳に走る脳のラインがあり、左には左に走る脳のラインがあるんです。そこに縦の流れができるんです。はい、ここを同じに揃えなさいと。はい、続きですね。ちょっと切れちゃいました。ごめんなさい。切れないことを言いますが、ですね。はい、そのまま、はい、どんどんエネルギー入りなさいと。はい、首の後ろ、ガンガン行きなさいと、これ、途中で切れないことを望みますが、切れるかもしれませんけど、はい、ガンガン行きなさいと。はい、首筋から頭の後半、後ろの側ですね、どん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 エネルギー通しの、はい、きれいにしの、軽くしの、
はい、首筋の中道、ど真ん中のところもどんどんまっすぐにしなさいと。ボディがちょっと熱くなってもそのままもう気にせずに、とにかく今の終点は、はい、首のうなじの後ろの背面をどん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 ほどきなさいと。その周りもどん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 ほどきなさいと。そこをどんどんエネルギー通して柔らかくまっすぐにほどき続けなさいと。茹で続けなさいと。首の全体もどん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 エネルギーほどきの、はい、軽くしの、通しの続けなさいと。ハートのところでちょっと動く感じがするかもしれませんが、気にせずに、ハートのところも縦軸もどん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 まっすぐに揃え続けなさいと、まっすぐになり続けなさいと。で、首のところに太い丸太的に、はい、首の360度丸太的にエネルギーガン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 通しなさいと。で、頭の中の縦軸に意識を合わせて、はい、6のフィラメントの縦軸の6の光の柱のところもどん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 整えなさいと。はい、4、5、6、7の光の柱もどんどん整えて、揃えて、きれいに並び続けなさいと。で、鼻の内側でなんとなくこう不純物が降りてくる感じがする方は、顎は下げずに、上に上げて、はい、どん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 頭の中の掃除、どんどんしなさいと。はい、頭の中の、はい、5.56の神経線をどんどんまっすぐに開き続けなさいと、揃え続けなさいと。はい、とにかく、はい、5.5、6.5ぐらいの、はい、ここの柱の部分を、はい、どんどんまっすぐに開きの、膨らみの、まっすぐになりの、頑張りなさいと。
で、側頭葉をですね、右脳と左脳の上の方とかのちょっと側頭葉気味のところが気持ちよくなるかもしれません。気にせずに。はい、どん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 調整しなさいと。あ、エネルギーをどんどん届け続けなさい、通し続けなさいと。はい、神経線が開きの膨れの、はい、頭の中の神経線が膨らみの開きのエネルギー入りの、はい、幸せになりのほどけの続けなさいと。はい、鼻筋上部でも反応起きるかもしれませんが気にせずに、はい、そこもどんどんどんエネルギー通しなさいと。はい、頭じゃないや、額の中心のところをどんどんど真ん中に揃え続けなさいと。ちょっとなんかずれてる感じだと思うので、はい、どんどんど真ん中に向かって動きなさいと。頭のど真ん中の中心のところに向かって動きなさいと。はい、首筋もどんどんお料理しの、茹で通しの、エネルギー通しの、だいぶほどときますよね。ハートの裏側も、もっともっとエネルギー通しなさいと。はい、首、もう一度ちょっと首のところエネルギー落ちてきたんで、はい、首のところの丸太のところもエネルギーガン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 膨らませの、はい、ほどけの、エネルギー作りの、頑張んなさいと。ちょっと背筋を伸ばして、頭をキュッと上に上げて伸ばして、でハートのところでなんかモサモサしてる人が、なんとなくポコポコしてる感じが出てる人は、はい、そのポコポコしてるものをどん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 処理しなさいと。で、充電続けなさいと。はい、第一のところが何となく気持ちよくなってくる方は、はい、第一のところもどん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 調整しの、はい、気持ちよくしの、気持ちよくなったら形が出てくると思いますが、そこもどんどん反応が出てきたら、はい、そこもどんどんエネルギー通しの、気持ちいい状態から温かい状態にガン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 作り変えなさいと。エネルギー通し続けなさいと、クッキング続けなさいと。ハートのところがなんとなくこう硬い感じがする。ハートのちょっと下のですね、胸椎の下の方だなと硬い感じがするから、ちょっと動かしてみるなり、
背骨運動してみるのはですね、硬いところにはどんどんエネルギー通しなさいと、クッキングしなさいと、輸血通しなさいと。左目の内側、奥側ですね、どん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 明るくしなさいと。軽くしなさいと。はい、縦軸から外れないように、はい、皮の左半分の内側、ガン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 軽くしなさいと。4のハートの軸の前側でなんとなくここ反応が出てる方は、はい、そこどんどんほどきの、溶かしの、ゆでの、はい、そこどんどん柔らかくしなさいと。はい、どんどん柔らかくしの、まとめの、ほどきの、はい、そこどん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 膨らみの、続けなさいと。もうゲップなりあくびなり、まあ、あの涙なりも出てくるものは止めずにガン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 出ていきなさいと。ハートのところでなんとなく歪みが出てきている方は、ハートのところ、はい、どん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 まっすぐに揃えの、整えの、修理しの、はい、まとめの、はい、そこをどん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 作り直しなさいと。はい、首の後ろ側、特に左側ですね、まだほどけてないところを確認して、ほどけてないところにガンガン行って、エネルギーってほどけなさいと、ゆでなさいと、エネルギー通しなさいと。ですね、頭の中で、手は片手作りですね、頭の中で右手の握り拳を作り、頭の中に。で、親指を立て、頭の中に握り拳と親指が立ってるのがピッと入ってますと。で、その、はい、握り拳の親指立ってるのが光りますをしばらくイメージしてくださいと。
で、額のところで縦型のエネルギーが出てくる方は、はい、とにかくどんどんどん縦の綺麗にまとめなさいと。はい、その縦型の額の縦中心のエネルギー、どん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 まとめの、はい、内側にどん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 引っ張ってきなさいと。入ってきなさいと。頭の中心の方に向かって降りてきなさいと。で、鼻の付け根の、鼻の上の内側のところもどんどんお掃除しなさいと。はい、こめかみでも反応出るかもしれませんが、反応が出てきたら、はい、反応が出てるとき、どん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 エネルギー浮かしいの、はい、エネルギー通しいの、ゆでーので、ほどき続けなさいと。頭の側面ですね、耳の周辺の、あの周りの側面のところ、どんどんエネルギー通しの、はい、緩めの、クッキングシーンの、エネルギー通しの、湯気通し続けなさいと。特に左側の耳の後ろ。右の、右と左の耳の後ろをどんどん揃えなさいと。気持ちのいい方にどん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 揃えなさいと。ちょっと頭を動かしてみて、首の上、後ろの上の方がなんとなく反応が出てる方は、はい、そこへの形、あの反応が出てるとこエネルギー通して崩し続けなさいと。茹で続けの、ほどき続けの、柔らかくなり続けの、続けなさいと。頭の中の中心にちょうど卵の大きさの、ちょうど卵のような、あの丸じゃなくて卵型の空間が、空間っていうか、まあ容器がありますと。漠然としてたから、ね、卵型のちょうど卵の大きさぐらいの大きさの、あの空間がありますと。この、はい、頭の中のど真ん中の卵の空間のところに、はい、どん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 エネルギーゆっくりゆっくり入れ続けなさいと。で、あとこの頭の中の卵もちょっと、あのど真ん中、上から見てもど真ん中、横から見てもど真ん中にちょっと綺麗にピッとこう、あの乗せなさいと。ずれてるんじゃなくて、こう綺麗に揃いなさいと。で、さ、卵の中も綺麗にこう、あの前に行ったり後ろに行ったり、くるん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 せずに、ちゃんとあの卵を位置させて、で、その卵の中にゆっくりゆっくりエネルギー入れなさいと。ああ、ハートのエネルギーを入れなさいってことなんだ。なんとかハートのところを意識して、ハートの温かい感じのところが頭の卵の殻の中に転送されます的な。
で、これゆっくり焦らずに時間をかけて、はい、頭の中の卵の殻の動きを感じながら、はい、ゆっくりゆっくりゆっくりエネルギーどん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 入れなさいと。イメージ的には頭の中の卵の中に白身のエネルギーが入ってきて、黄身のエネルギーが入ってきて、ちょうど頭の中に卵と白身と黄身と殻があります的な。とにかく、はい、頭の中の白身と黄身、オーランですね、オーランにエネルギーをガン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 入れなさいと。オーラン的にはちょっとゴールドっぽく、博覧的にはちょっと透明なっぽく、透明っていうよりはちょっと光ってる水みたいな、ちょっと薄く白く光ってる水みたいな。で、殻は透明でいいです。白の、カルシウムじゃなくていいです。で、頭の中の殻の動きを感じながら、はい、どう形にしなさいと、密度を上げなさいと。ちょっと頭を右にやったり左にゆっくりこうやって動かしてみると、頭の中心のなんとなくそこの動きが分かりやすいかもしれませんね。超ゆっくりに右にありの、超ゆっくりに左に戻しのを、頭の中心をなんとか意識しながら動かすと、頭の中心の動きがよく分かると思います、多分。これは、頭を、普通の時でも頭を右にゆっくり、左にゆっくりを超ゆっくりで繰り返していくと、頭の中の動きが、水の動きというか脳髄液ですね。液の動きがこう、バランスを取り戻すので、ストレスな時には、この頭を右、頭を左をゆっくりやっていくと、頭のストレスがどんどん減っていきます。で、頭の中の動きがこう気持ちよくなりの、いいのをやるので、これはこまめにやった方がいいですね。で、ハートのところに来ると乳頭とかでも反応が出てるかもしれません。気にせずに、はい、ハートのところにも充電続けなさいと、はい、首の付け根のところももうちょっと頑張りなさいと。頭の中心もどん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 気持ちよく、ゆっくりゆっくりゆっくり気持ちいい状態に作り続けなさいと。ですね、感覚がどん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 育ってエネルギー的にシャクティとかがもう作られての流れが作られている方は右半身の縦のシャクティエネルギーとかを意識を当てたらそこにダーッと縦の流れとか出てくるはずです。で、左半身の縦中央にエネルギーとかに意識を当てたらダーッと作られるはずです。なのでここは右半身、左半身のこのエネルギーとど真ん中のエネルギーとこの3つの柱を同時に把握できるように、こう、まずは右から、で、上がってきたら左を感じて、はい、左はどんどん作りなさいと、強くしなさいと。だから真ん中に戻して、はい、真ん中もガンガンというか、作り続けなさいと。で、右、
左、真ん中、左、真ん中、右でも何でもいいです。とにかくこの3つの柱を、はい、どんどん把握できるように、意識をガン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 接続しの、ちょうど入道のところで最も感じやすいと思います。感覚がすごく集まっているところなんで、そこでぐらーっと暖かくなり始めてたら、かなり通ってるはずです。右側も左側も。で、ハートのところもガーッとハートのところが熱くなるはず、暖かくなるはずなんで。で、とにかく、この3つの柱に、意識をどん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 接続し、把握できるようになり、で、意識が入っていって、そこをマッピングというか、把握できるようになったら、これもきれいに足の先から頭の上まできれいにマッピングできるようになるんです。真面目にやれば。そうすると、そこガーッと意識をいただけて、ガーッとエネルギーが出てくるようになるので、これは、自己トレは頑張ってくださいと。で、首のところとかでも、右の首筋、左の首筋とかにエネルギーが上がってくるんですが、でそこもどんどん意識を通しの、どんどんこうマッピングしの、つなげのは、これはもうガンガンやってくださいと。で、頭のちょっと下半分まで気持ちよい感じが出てきてる方は、ゆっくりゆっくり上の方も気持ちよくしなさいと。これ基本的には頭の下半分ですね。下半分、だから脳幹の上の、下垂体から脳幹のところがどん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 気持ちよくなる。エネルギーが通りの気持ちよくなりの、ストレスがなり、きれいのをすると、その上の方はもう自動的に行っちゃうんで、とにかく下垂体から下のところ、脳幹の下のところまでガン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 気持ちよくし続けなさいと。エネルギー通しなさいと、ストレスどんどん引っ張り出しなさいと、そこ開き続けなさいと。爬虫類脳と言われるところをガン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 エネルギー通して、そこがキューッとなってると人間凶暴になったり悲しくなったりします。この爬虫類のところ、脳のところをどんどんどん幸せにしなさいと、エネルギー通し続けなさいと、開き続けなさいと。だから喉の上の方ですよね。鼻の奥の方ですね。その部分の、はい、柱のところを、爬虫類脳のところをガン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 幸せにしの、あ、光を入れの、ほどけの、緩みの、はい、どんどん神経繊維が開きのを続けなさいと。もうちょっとですね、ここまで来れば十分でしょう。はい、ここは、もうこの先は、ここがもうネック、ここのネックの部分が、これをネックというんです、首というんです。ネックが巨大なネックのところで、ここがほどければほどけるほど、その先も自動的に肉厚できれいに。で、ここが争点なので、そこにどん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 エネルギー上げの、そこ開きの、あそこをまっすぐに揃えの、整いの、と。で、ここのストレスをどこまで引っ張られるか、でここの記憶、ここで形になっているのをどん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 どこまでまったりに戻せるかがこの先のポイントなので、ここは徹底的にガン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 エネルギーを入れ、そうするとその先、その上はゆっくりゆっくり変わってきます。なので、これは自己トレをするしかないですね。いつもやってた方がいいかもしれません。ということで。それではまた来週。